渋谷明氏は、日本の映画監督、記録映画作家、ルポルタージュ作家。1932年3月8日、旧関東州大連市に生まれる。本名、前畑明子。両親は3月生まれにちなみ、春の日のように日長にのんびりと成長するようにと日が、長いという明氏と命名した。大連弥生女学校一年在学の時敗戦。2年間の機民生活で、 人間形成の原点が形成される。1947年に最後の引き上げ船で帰国し、父親の出身地だった鹿児島県に移る。1951年、鹿児島県立鶴丸高等学校を卒業。弁護士タランと大使を抱いて、中央大学法学部に入学。しかし、スクリプターに関心を持ち、大学は3年で中退し、2年後にスクリプターになる。 独立プロ制作の劇映画スクリプターとして、五所平之助、山本札を、新藤兼と今井忠などの諸監督に月の訓導を受ける。とりわけ、今井監督からは演出手法における影響を色濃く受けた。1963年制作の挑戦、1964年のカンヌ映画祭に出品、短編部門で初のカンヌグランプリを受賞。 カンヌにてトロフィーを受ける。スクリプターの時から一貫してフリーランスであることを心情とし、監督となってからも未だその姿勢は変わらない。その後、テレビのドキュメンタリー番組や自主映画などの仕事を、中心に仕事を続け今日に至る。その制作姿勢は対象とするのは常に人間であると紹介されている。日本映画監督協会所属、ありがとうございます。